刑の通りいたせ。ご安心くだされ。計略の通り支度いたしております。お上将、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 上将。上将の亡くなった後を誰に任すかと。荘園じゃ。荘園殿の後は死因に。ひい殿の後は父上、ここ数日諸の軍勢は静まり返っております。これを機に打って出ては。今は連兵に励めばよい。上将、外へ出て陣の様子や将兵を見たい。上将、ご自愛くだされ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 。戦うことができなくなった。この大空も無常に見えるわい。
建康12年西暦234年秋、孔明は五丈原にて世を去った。弱い54歳であった。都督殿。うん。諸の軍勢が五丈原から引き上げました。ああ、孔明が死んだか。はっ、都督殿の予想通り孔明が死んで引き上げたのでございましょう。ああ、昨日は考えすぎて好機を逸したわい。来い、出陣じゃ。はっ。おる。芝居め、兵にはまりおったな。逃がすな。そら引け引け引け。敵はもう追いつけませぬ。